ね、8番アイアンで打った球がワンバウンドで消えてみんな入ったんじゃないかって言ったら入ってたん で試合でやるのが初めてやったんで嬉しく思います、ね、昨日もショットは良かったんですけどちょっと最後ダブルボギー打ってしまってで、まあ、今日は無理せず行こうかなって落ち着いてやったのが結果的にバーディーにつながったんで良かったかなと思います。来た時からコースがすごい相性が良くて、うん、ずっと伸び伸びやらせてもらってるんで、まあ、ピンチが来てもまあ焦らずに落ち着いてやることだけ考えて2日間プレーしてました。そうですね、もちろん狙うは優勝ですけど、まあ、やからって言ってあんま気入れすぎずに、まあ、落ち着いてあと2日間やっていきたいなと思います。